尺骨神経管症候群とは、尺骨神経管の中を走る、尺骨神経が、ガングリオンや脂肪の塊、外傷などにより、尺骨神経管なやつが上がり、圧迫されて引き起こされる、疾患群のことである。発見者の名前により、ギヨン管症候群とも呼ばれる。尺骨神経管症候群によって、痺れが出る、可能性のある範囲が赤く表示されている。ただし、 あくまで消息のみ。反対側まで痺れが出ている場合は、他の疾患が疑われる。基本的には、尺骨神経の支配領域の中で、尺骨神経管の先によって支配している領域に、痺れを生ずることがある。具体的には、第5子の消息と、第4子の第5子側半分の消息などの痺れである。ところで、 尺骨神経が何らかの原因で圧迫を受けたことによって発生した尺骨神経麻痺の中で代表的な疾患としてはこの尺骨神経管症候群の他に肘部管症候群が挙げられる。肘部管症候群で起きている尺骨神経への圧迫によって起こる症状とは異なり尺骨神経管症候群の場合は主肺側に痺れを生ずることはない。なお、 尺骨神経管症候群では多彩な症状が現れることが知られており、中にはしびれなどの感覚の障害が出ずに筋肉の萎縮だけが見られるなどといった場合もある。神経が障害されている場所を叩くと、その神経が支配している場所にも痛みが走ること、すなわちティネル症候が見られるかどうか。また、もしもしびれのような感覚障害が現れている場合は、その場所が 尺骨神経の支配領域と一致しているかどうか。尺骨神経麻痺が起こった時に特徴的な部位の筋肉の萎縮が見られるかどうか。このようなことを利用して診断を行う。必要があれば MRI 検査などを行う場合もある。外傷や腫瘍が原因であれば、なるべく早期に手術を行って回復を試みるのが通常である。それ以外の原因なら、 保存的治療も行われるものの、その後も症状が悪化していく場合や、3ヶ月経過しても回復しない場合は手術の適用となりうる。ありがとうございます。